はい、インスタグラムにいただいた質問ですね。30後半、子供がなかなかできない、開業もしたい、雇われも楽しい、気持ちがブレブレ、なかなか難しい問題で、まあ、もう家庭状況もわからない中、僕はやっぱり子供と開業、これどっちを取るかみたいな視点でお答えするしかないのかなってありますね。これ僕の場合話すると、お互いうちは30前後で開業して、もうボロ屋を借りてね、開業したんで、この家で子育ては無理だよねっていうところから入りました。開業当時はやっぱトリミングの売り上げがほぼだったので、その時点で妻が離脱するっていう現実的ではなかったですね。まあ、仮に、質問者さんの家庭がそうではないと、旦那さんが個人で一定の収入があるんだとしたら、まあ、もちろん旦那さんとよく話し合ってすり合わせをしてですけども、子供を優先してもらいたいなと思います。まあ、優先って何ってなるかもしれないですけども、一般的な話だと、まあ、女性の仕事を減らしてストレスを減らす、あるいは不妊治療するとか、まずは検査をしてみるとか。僕の友達はね、温泉に行ったって言ってました。なんかあるみたいです。子供を授かる温泉みたいなのがあって、夫婦で行ったって言ってましたね。専門的なことは言えないですけど、いろいろあるんだと思います。そういう動き、取り組んでみるってことです。夫婦で積極的に子供を作ると。なんでって言われると、タイムリミットはありますよね。子供にはあります。開業にはタイムリミットはないんですね。トリミングは何歳になってもできますから。でも30後半っていうことは5年とか、自分の中答え差はあるにしてもタイムリミットはあると思います。いろんな不安があると思うんです。例えばトリミングを離れることで技術が落ちるとか、不安はあると思うんだけども、一度ね、この動画を見ていただければなと思います。藤原和弘さんって民間の校長先生ですね。小学校の校長先生やってた人の動画です。グロービスで150万ぐらい再生されてますけども、それの分かりやすいバージョン、100万分の1の人間になるため、ざっくり説明すると、人間が一つの仕事をしてて、100分の1、100人の中のトップになるには、1日3時間集中して仕事をして10年かかると言われてるんですね。例えば、その仕事を辞めてこの仕事をしました。今までは転職するとキャリアダウンというか給料下がるというイメージ多かったですよね。長く仕事が続かないダメなやつだというイメージもあったと思うんですけども、そういう考えではなくて、100分の1の人材になったとしたら、二足のわらじを履いて、次の仕事で100分の1になった時は、掛け算ですよね。100×100、1万分の1の人材になると。考え方のことですね。まあ、必ずしも転職はマイナスじゃないよとか、まあ、ドラゴンクエストで言うと賢者的な位置ですよね。自分の話で言うと、僕は現場監督をやってましたね。現場の監督って人の管理、お客さんの管理、寝室の管理も、お金の管理も、資材の管理ってこと、いろんなマネージメント一人でやるわけですね。これは経営には役に立った。そして、住宅も販売しました。これは物を売る勉強にかなりやりました。その時、意識してこの仕事を選んだわけでもないですけども、経営そのものでしたね。これは役に立って、その経験を踏まえて、経営をし始めた時、この動画を見た時に、そうだよねって納得しました。グロービスの中でも突出して再生回数多いですけど、今の日本では考え方としてはかなり浸透してきている考え方ですね。これ運営してたオンラインサロンでも会員さんに向けて何度か紹介してますね。一人目に紹介した時は元ミュージシャンですね。メジャーデビューしたミュージシャンってトリマーの子がいて、それはすごいなと思いました。僕はその音楽の世界でメジャーデビューできる東大に行くとか甲子園に行くのと同じぐらいの価値があるというか能力があると思うので、そういう人間がその過去を尊重しながら、生かしながら、トリマーやったら強いよねって紹介したこともあるし、もう一人は、主婦の方にも紹介しました。主婦を経験して開業するんだけども、不安だっておっしゃってたんで、いや、全然不安になることないじゃないですかって言いました。なぜかというと、その方は、4人お子さんを育てられてましたね。まあ、何が言いたいかというと、子育ての経験、後のトリマーにめちゃめちゃ行きます。男の人はたかだか子育てと思うかもしれないですけども、ネグレクトしてるわけでなければ、子供を、真剣育てる経験っていうのは、犬の仕事には絶対行きます。子供を産んで3歳ぐらいまで抱いて、おっぱいあげて、爪切って、耳掃除して、一緒にいただければいいんじゃないですか。その経験をして、トリマーに戻ったのであれば、1万分の1になれるし、まあ、これ質問者さんのアカウント見ると、トリマーとしての地位が100分の1どころじゃなくて、もうインフルエンサーレベルだったので、その経験と主婦の経験を掛け合わせると10万分の1ぐらいのレベルになっちゃう可能性はあるっていうことなんですよね。まあいろんな不安があると思います。収入の面でも不安があると思います。共稼ぎしてると自然と生活レベル上げちゃいます。仕事辞めると不安だと思いますけども、幼稚園無償化だし、国からの補助もたくさんあります。それに人生の中にはいろんなフェーズがあります。子育てする、仕事をしないっていうフェーズもあるんですよ。うちはまさにそこですね。体調に不安を抱えてトリミングをやめて、収入がない中で子供と一緒にいるフェーズだと思います。まあ、貯金を切り崩しながら、借金もしながら、子育てしてるわけですよ。でもそういうフェーズは必要なんだと思います。今の
時間は後の犬の仕事には生きてくると思っています。かなり自分よがりな回答ですけども、ぜひそうしてほしいなと客観的に見るとそう感じました。子育て向いてるなと思いました。では。